はい、では食べていきましょう。いただきます。2、4、5、8個しかないね。じゃあ奥行きましょうか。まあこっからね、もう歌舞伎が出てくるんでね、うん、間違いないね。しょうがないね。別にコンプリートする目的じゃないからね。だね。アバンティーズさん。初めてかな。あれ初めてだっけ。誰だよ。空釣り目。飛行が自由気ままに全力挑戦。本気を出した時のかっこよさはピカイチ。永遠の愛され弟キャラ。今年こそは脱却。埼玉の中学生時代に動画投稿を始めた。アバンティーズさんです。こういう感じですね。ごちそうさまでした。